専務。何食べてるんですか、子供みたいに。ん？チョコボンボン食べる？結構です。あ、そうだ、青柳、近くにいい店があってさ、ってさ、もうお腹いっぱいだな。うん、やった、当たり出た、ほらね、おもちゃ箱もらえる、やったあ、ちょっと何やってんの？ねえ、生まれて初めて出たんだよ、あたりが。出して、出して。チョコレートなんて食べてる場合ですか？社長が入院してる今、専務、あなたが丸越のトップなんですよ。分かってるよ。けど俺の初金チョコ、普通食べるかな？いつまでぐじぐじ言ってるんですか？そんな調子じゃ岡島常務に追い出されますよ。え？なんで知ってるの？もう社内中の噂ですよ。早いなぁ。ねえ、だったら教えてよ、どうすればいいかさ。俺たち同期じゃないか。私は販売員です。そんな経営陣のこと分かるわけないでしょ。ご自分で考えてください。社長と私たち社員を守れるのは専務あなただけなんですよ。はい。青柳。